ははいいいこんにち,は、えー、新てっちゃんの興味深々いつもごご視聴ありがとうございます今日はね、ちょっとね、真面目な話をしようかなと思ってね。で、その、何の真面目な話かというとね、あのー、2、3人からね、僕の政治、政治観について、まあ、今の日本の政治について、まあ、ちょっと考え方を言ってみてくださいみたいなことが、えー、あったので、ちょっとその、僕のね、政治観、 についてお話をしたいと思います。で、もともとね、僕ね、政治っていうのは何かと言われたら、なんて答えるかというとね、あの、人間はね、一人一人の力では何もできないでしょうで、あの、自民党であるとか、なんとか党であるとかっていうのこれ集団でね、何かをする。つまりね、集団であるグループが集まって、 えー、人々の生活を守る、あるいは豊かにする、それを実現することを政治家と、政治だと思うんですね。で、政治というのは、僕は一人一人ではできないと思っています。あの、やっぱり多くの、やっぱり民主主義の、あの、世界なので、あの、何人かが集まってね、集団になって、そして、 えー、国民の、あるいは市民なり、皆さんの、その生活をね、守る。治安とかね、守って、そして、えー、まあ、あのー、暮らしをね、こう助けるっていうかね、まあ、それがね、僕は政治だと思うんですね。でその 助ける上でね、やっぱり日本がやっぱり世界の中の日本とかとなると、やっぱ外交も必要になってくるだろうし、あの、いろんなね、要素、防衛っていうのも大事になってくるだろうし、だから基本はね何かというと、やっぱり国民をね、やっぱり守って豊かにしてあげること。しかしそれは一人でできないから、一人の力は弱い。だから、 ある集団が一緒になってそういうことをやっていくというのが僕は単純に政治といったら何だというふうに答えたいと。ただね、じゃあ今の,あの日本がねあの、その政治っていうものがちゃんと機能してるかどうかっていうと、これね、またあの僕ね、ちょっと気になることは2つあってね。1つはねあの 自民党の裏金の問題があったと思うんですよ。裏金ね。キックバック。だから、パーティー券を必要以上に売った分はポケットに入れるっていうようなね。で、僕は、あの、このことについてはね、よく、あの、政治っていうのはお金がかかるという、あの、ことをよく言われます。でね、僕も、あの、正直言うとね、あの、国会議員の、元国会議員っていう人をね、 友人で3人してるんですよ。仲良しでね。で、あと、県会議員、市会議員、あるいはいろいろね、あのー、友人がいます。で、もう、国会議員は2期、3期やって、今はもうやってませんけど、その、選挙カーに乗ってね、一緒に応援したりっていう、あのー、こともありました。で、まあ、有名なね、あのー、政治家のところに養子に行ってね、すごく、まあ、あのー、 東大法学部を出て大蔵省トップで出て入ってそしていろいろ政治家を目指してっていうまあそういう友達もいますでねあのー、僕はねまあ友人だから政治のまあ手伝いまあ当選するかしないかいうことで選挙の活動を一生懸命応援したことありますでもね心のどこかでね ちょっと違うぞと思うことはありました。でね、それなんでかというとね、それは友達だから選挙運動は手伝いました。でも、目的がね、もう選挙見たらもうわかるんです。目的がね、先ほど言った冒頭に言った政治をやるために選挙をするんじゃないんですよ。政治家。 つまり、先生と言われる立場になるために、選挙を一生懸命するんです。すべて選挙なんです。すべて選挙なんです。まあ、それは、まあ、選挙で、まあ、その議員になるというルールがある以上はね、やっぱ選挙が人一番の登竜門。じゃあね、政治はどこに行ったんだろうと。政治家になることが目的であるならば、政治家の仕事よりも、 政治家になったらもうそれで、ほぼね、9割は、えー、まあ、目的を果たしたみたいなね。まあ、そういう方がほとんどですよ。で、あのー、特にね、僕いつも思うのは、あの、政治家の人って2世、3世が多いでしょう。で、そうすると、あの、お金に苦労をしたとか、教育で苦労をしたとか、あの、一般のね、あのー、 まあ、日本は99%がサラリーマンと言われてて、で、そういった、あのー、庶民っていうんですかね、そういった人たちの暮らしとかね、教育とか、そういうものを経験したことない人がね、半分以上なんですよね。半分以上なんですよ。で、議員をすれば、議員、議員の年金があったりね、で、お年寄りが年金でね、 あの年金が今吉幾三さんがね少ない年金にまで税金をかけるのかっていうことでいろいろこう言ったりしてますけどね僕はやっぱりその通りだと思いますねあのー、金持ちはどん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 優遇されてお金が貯まるようになってで貧しい人はどん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 まあ平等という名の不平等みたいなねでねやっぱりあのー、何 その、いいとこで生まれてね、お金持ちの家に生まれたから得だった。貧しいからずっと一生損だった。みたいな、そんなね、それはね、僕はね、ある意味ね、それは自分のし、あのー、親族がね、頑張ったから資産があるっていう、まあそれ、それはそれであるけれども、あのーせ、冒頭に言った政治でいうのはね、やっぱり、あの、 ある程度ね、不平等な部分はあるにしても、あのー、片一歩は裕福で片、片一歩は生活に困るなんていうことはね、それはね、やっぱ僕は政治じゃないと思う。あのー、こう、しんどい人を助け。まあ、少なくともね、強い人を助けるっていうよりもね、弱い人。 子供であるとかね、お年寄りの人を助けることができなくして、やっぱり政治とは言えないんじゃないかなっていうふうに思います。で、あの、先ほどね、僕友人の選挙を手伝ったことが何回かあるってお話したんですけど、その時にね、僕あえて名前言いませんけど、あの、政党があるでしょ維新とか自民とか。でね、もうね、地方なんかね、自民党の公認がないとね、受からないんですよ。だから、 国民に目は向いてません自民党に向いてます自民党の公認がないと国会議員なんかほとんどなれないほぼそうするとね何なの一体と思うだから僕はあの政党がねあの誰か選挙に出る自民党が公認するとかねもうそういう制度をやめないと やっぱり自民党に公認された人が断然有利。これね、そんなこと言ってたら、本当のね、意味で政治家を志す人が政治家になれないとかね。本当ね、それと、維新。維新に行った時もある。で、維新には裏切られた。橋本さんに裏切られた。いろな話もね、裏話いっぱい聞きました。で、僕はね、あのー、 橋本さんをね、関西の人なんか応援してますけどね、僕はね、これまたね、ブーイング受けるかもしれませんけどね、僕が、まあその友人から聞いた話とかで聞くとね、やっぱね、維新はね、僕の目,目線から見るとね、怪しい。維新はすごく怪しい。で、あの維新という政党はね、僕は怖いし、危険だと思う。内容はちょっと言えません。うん。それと、あと、 今回、東京都知事選をやってるでしょ。でね、東京都知事選も過去50何人が立候補ですかもうね、売名行為も甚だしい。あのー、まあ、誰がいいなと思うとかね、そういうことは僕はあえて言いませんけど、なんかね、石原さんは石原さんでね、問題あったけどね、石原さんはね、嫌われようが嫌われようが自分のことをボンと言ったでしょ。 僕はね、あれが政治だと思う。あのー、嫌われる、好かれる、で、自分の意志、平気で自民党を否定する、平気で何々をするっていうね、その姿勢がね、あの、結局、これをやったら嫌われるから、これを言うと次の選挙がやばいからっていうのはね、そういう考え方を持つ人はね、政治家になってはいけないと思う。あのー、 僕ね、あの、ここ、やっぱ残ってんのはね、あのん、東日本大震災でね、東京都の消防隊がね、あの、応援に行って、その応援から帰った報告の時に、あの、石原さんが涙した。僕はね、あれがね、本当の姿だと思う。あの、仕事だから行ったとかじゃなくてね、やっぱり、 人を助けるためにね、命がけでやった人たちをね、あのー、こう涙ながらにこう、うん、ありがとうと言った。あの姿がね、僕は政治だなと思った。うん、それと、国がやらなければ東京がやるっていうね、石原さんの姿勢。僕ね、あの石原さん問題色々あったけど、僕石原さんはね、政治家らしい政治家だったと思う。 うん、あとね、僕ね、ちょっと皆さん知る、後藤田正治さんっていたと思うんですよ、あの、徳島で、もう、もう、だいぶ前に亡くなった人で、ね、僕、この人がね、尊敬してるんですよ、元警察庁長,長官。この人はね、あのー、いろんな意味でね、僕は、あのー、この人が言ったことを座右の目にしたりね、あのー、 この人の生き方とかね、この人と部下との関係であるとかね、すごくね、いろいろ言われてても、僕はね、過去ね、自分が一番尊敬してるのは、やっぱ、後藤田、ま、た正春さん。僕は、まあ、一度ね、後藤田正春さんのことを調べてみてください。僕はね、この人ね、ほんとね、こういう人がね、日本のトップになってほしかったな、とかね、 まあそんな気持ちもしてます。それとね、苦労をしたことない人がトップに立ったって、苦労してない人の気持ちはわからないと、そんなふうに思ってます。でね、捨て身でね、もう失うものはない。だからもう命かけて、えー、国民のためとか都民のためとか市民のためにやるんだっていう人はどれだけいるかっていないですよ。 一回ね、自分がその議員になったら何千万って年収もらってね、他にいろんなお金が動いてね、あの、僕ね、よく言われてたのがね、動けば動くほどお金がいると。政治をすればするほどお金がいる。だからみんなまともなことはしない。かといって、やろうと思うと変なお金の集め方をする。なぜと。それはね、もうね、 今の政治家の中の考え方が、そういうお金がいる考え方、それと原理原則に基づいた政治の考え方を持ってないから、結局政治、あの、選挙に勝つための考え方しか持ってないんですよね。もうそれがすごく見える。だ、だから僕に何ができるかって言ったらできない。でき、さっき一番最初に言ったようにね、 一人で何もできないんですよ。だから、集団になって、そういう国民のために頑張る。これが政治。集団になってっていうのが大事なの。一人ではできない。うん。だから、非常に難しいことではあるんだけども、なぜね、だから、政治とか、そういう集団っていうのがね、大事だで、大事だと言いながら、集団だから、 その集団から嫌われないようにしてしまうっていうね、裏腹なこともあるし、ちょっとね、だから僕に今の岸田さんなんか最低。もうあんな人ね、それなりにさせてたらダメ。本当思う。あの人はね、人の上に立つ人ではない。うん。僕は安倍さんのことあんまり好きじゃなかったんだけど、亡くなるとね、 やっぱね、あんだけの期間、総理大臣としてね、やってきたことはね、やっぱ評価しないといけないなとかね。あと、麻生さんいるでしょ麻生太郎さん。嫌われてるんだけど、僕あの人あんまり好きじゃ嫌いじゃないんですよ。それはね、嫌われることを平気でできる人っていうのはね、やっぱりすごいと思います。だから、政治はね、少し僕興味あるんですよ。すごく興味あるの。もうその大きな、じゃなくて地元のね。だから、自分としての考え方はあるし、 でよく政治家の人に聞くとね、何々はね、帰るぞと思って政治家になってもね、あの、大御所がいるでしょう、政治家。結局ね、その人たちに握りつぶされるって言ってましたね。僕はね、そういう、もし自分が議員になったらね、戦う、徹底的に。失うもんないから。失うものがある人がね、政治家になったら、それはね、長いものに巻かれてしまう。 こんなもんでしょうか。